おはようございます、ムツです。今日も東京ジャングルやっていこうと思いますがね、ストーリーからやるんですが、まあ、ちょっとね、人為的ミスとソフト的エラーでね、3回目の収録ということでもうクリアしちゃってるっていうね、やっていきましょうか。いや最初はね、まあ、僕が普通に消しちゃって間違えて録画ファイルをね、2回目はね、収録終わったらね、エラーのため収録できませんでしたみたいな、うわーみたいなやつやらかしまして、なんだかんだ3回目ですけどね。だからここをサクッとね、スムースにクリアしていこうかなと。アクト6ボス争奪戦、ビーグルですね、主人公たちが。やっていきましょう。まあ、その回しは一体どうやってつけたんだとお前その回しどうやってつけたんだと。土佐犬から回しを奪い、渋谷郊外の主となったビーグル。だが土佐犬との戦いでビーグルは傷を負い、ボスの務めを果たせなくなっていた。ボスの務め、かっこ意味深みたいなね。やめえや。そこでビーグルは、2匹の子供にどちらかにボスの座を渡すことにした。ボスになる条件、それはライバル4を早くマーキングをして、ボスに報告することだ。若い2匹のボスの座をめぐる戦いが幕を開けると。まあ、そのマーキングするスピード、縄張りの広げるスピードで、ボスの座を争うということでね、やっていきましょうかね。まあ、これ時間制限があるのかわかんないんだけど、とりあえずなんか競わされてるんで、それなりに急いでいきましょうかね。まあ、一応、マップ上に3箇所のマーキング箇所があるので、それをサクサクっとこうマーキングしていくのが目的となりますが、まず1箇所目が、右下から行こうか。ちょっと遠いんだよな、これ。遠いな。あれ右下。いや、これ、こっちから行けばいいのか。肉食じゃなければ怖いことないがどうだろうか。おい、余裕。まず1個目。早い、だいぶ早い。そして、これ。さ。サービスショット。放尿シーン。放尿シーンがあるね、ゲーム実況はね、なかなかレアです。貴重な体験ができたな。で、ここは戻る。この辺のルートはね、もう、把握してますから。よいしょよいしょ。そんなに急がなくても、まあ、普通にクリアできるぐらいの難易度なんで、まあ、しっかり、あ、ボス、3箇所終わりました。こいつはボスにはできねえ。こいつはボスにはできねえな。こんなやつはボスにしちゃいけねえよ。もう主が滅ボス。お腹が減りました。申し訳ねえな、ネッコ。お前が弱いのがいけないんや。俺は腹が減ったんだ。お前が強ければお前は安いにならずに。やめろ、イノシシ。無益な摂取はしないんだ。さあ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 、あ、猫に攻撃されてる。ま、勝手にやっててくれや。ま、今チラッとハイエナが見えた気がしますが、まあ、ハイエナ余裕で勝てるんでね。このステージはあれなんですよ、あのチーターが稀に出ることがあって、チーターだけ勝負を仕掛けなければ、まあ、そんな怖いことはない。まあそれ以外はもうサクサクっとねやってサバイバルになっていこうと。で、そのサバイバルなんですが、サバイバルのデータも全部飛びました。今回はね、まあ、ちょっと先に言うと、ゴールデンレトリバーを、いってえな、この野郎。あ、ちょっと待って。ゴールデンレトリバーをやったんですけど、まあ、こっちはね、幸か不幸か、何も達成できずに死んだっていう、ストーリー解放のためのアーカイブも回収できなければ、ペット使用権も獲得できずに死んだってことでね、まあ、幸いにしても、何も達成せずに終わってるんで、まあ普通にプレイしていこうかなという感じですね。よし、2箇所目。いやー、高いところでするしっこは格別ですわー。最悪だ。最悪だ。匂いがね、だいぶ広範囲に飛び散る。まあ、だからこそマーキングなんだろうが。さあ、あと1箇所ですが、ちょっと遠いですね。サクサク行きましょう、サクサク。もうそんなに、このミッションはね、比較的簡単とか言ってるとなんかフラグにしか聞こえねえから嫌なんですけど、基本的に勝てるんで、声的にもね、いってえな、うれっしゃいじゃない。あ、やっぱこっちが早くマーキングすると向こうも早くマーキングしてくるな。結構ね、猶予は本当あるんですよ。ゆっくりやっても全然大丈夫なんで。
お、これがライバルの、ライバルビーグル。ライバルに遅れを取るな。結構高いとこ走ってんな。もうビーグルのしょんべん臭いエリアになっちゃうと思うね。さあ、ちょっとね、回り道しないといけないんで、スタミナうまく使いつつ、うい、うい。とりあえずチーターも大丈夫そうだね。来てないな、特に。これで多分ね、ビーグル編は終わりなんで、次、あれだよね、土佐犬とか、他の未完結ストーリーが。どんくらいストーリーあるんかね。結構、多いような感じがして、嬉しいんですけど。終わってほしくねえんだよな、ストーリー、なるべく。すげえ楽しみにしてるから。えーい、他人のか、他人の車の上でする、しょんべんは、思考。最悪だわ。いやね、ちょっと、ほら、何あの、パーキングエリア、サービスエリアがちょっと遠くてさ、もう我慢できなかったんだ。さ、で、最後はもう戻るだけなんですが、まあ、これも本当戻るだけなんで、ちゃちゃっと早送りでやりましょうか。何お前すました顔でいるんだよ。やめえやマジで。心臓に悪いわ。イエーイ、余裕。さすがにね、3回もやればね。ということで、ボスゲットだぜ。これで死にくりん。そしてじゃじゃん。だからどうやってやったんだよこれ。絶対カメラマン手伝ってるだろこれ。カメラマン、カメラ、ちょっと回しちっちゃくなってるしな、子供用に。完全これスタッフの手入ってるだろこれ。というわけでビーグル編クリアということでね、この世界生き残れるかは若きボスにかかってると。まあ、このビーグルだったら大丈夫だろ、強すぎるわ。ちょっとまあ勝てる敵にね、戦うっていう感じでね、命を大事で戦っていけばいけるでしょう。というわけでサバイバルやっていきましょう。はい、でサバイバルは今回はゴールデンレトリバー4代目ということでね、1回プレイの後がありますが、めげずにやっていきましょう。どの道やんなきゃいけなかったんでね、何も解放してないんで。今回一応ね、今のところ最長で生きてた年数が38年なんで、一応40年を目安に目標にしつつ、しかし第一目標はアーカイブの回収とキャラの使用権の解放でいきたいと思います。チャレンジはまずは、まあ、1年間待った後に15匹と1匹以上と渋谷繁華街なんで、まずは、右の渋谷繁華街、すげえいっぱい猿だ、に向かってくって感じかな。で、その後は渋谷郊外そのまま南下しましょう。渋谷なん、D のチャレンジが渋谷郊外なんで、下の渋谷郊外に向かってくという感じを取りつつ、その後は、この土佐犬の現れるエリアかな。これが大事になってくる。その後は土佐犬のエリアにすぐ向かうっていう感じでやっていこうと思います。じゃあやっていきましょう。まずはね、渋谷、どうせ1年間は何もできないんで、1年間、このエリアでできるだけ、飯を食らいつつ、あれ、これ下か。カロリーを貯めて、飯は食ってっていこう。1年目から。早いな、ちょっとスタミナがねえわ、俺も。ちょっと待ってよ早いな。てか、遅いんだよね、ちょっとね。死ぬ気エリアがなんじゃよ、おい。パクパク食っていこう。結構やっぱり体がでかいから、必要なカロリーが多い気がするような、まあ、勘違いっぽいけど、やっぱ体がでかいと必要なカロリー多い気がする。でもやっぱ多い気がする。いや、ちょっと待って、お前カロリー。よし、鶏は高カロリー、うまい。1年間はどうせあれだからな。さあ、あとここのやつらを蹴散らしてエリア移動かな。ふい、
して、OK、いい感じ、いい感じ。15匹以上倒す。匹数なんだよな、カロリーじゃないから。引きが良ければ。もう恐ろしいわ、マジで。前回の豚があるから。ちょ、豚さんの剣があるから恐ろしすぎるんだが。うらもう豚さん豚さんだいぶコンクリートの中ジャブジャブしちゃってるけど、これ大丈夫これ。てか、豚さん持てるけど、羊さん持てないんだね。羊さんの方が重たい判定なのか。食おうか、とりあえずは。もったいない。ちょ、完食しとこう。どうせ腐りやすいんだから食っといても問題ないだろ。お、相手も出てきた。ラッキー。極上スタミナドラッキー。初期でね、いかに相手も集めとくかってすごい大事な気がするから。この辺スルーで。おー来た、あげじゃねえかよ。最高だよ。やっぱね、交尾で一番時間食うんですよね。交尾で。これ残しとこう。倒しといて。交尾が結局一番時間食うんだよな。なんか上げ探したりする動作が。しかもこれで朝になるとか最高じゃないか。オッケー。やったぜ。おー、子沢さん。ママありがとう。ママ頑張ってくれてありがとう。ちっちゃいな、ゴールデンリトリバー。さあさあ、生態系は変わっている。あれ、死体もないのか。消えちゃうんかね。さあ、あとは、D のミッションが、4回ファインハントと動物20匹以上、まあ、郊外向かっちゃっていいかな、でもな。そうは言っても。どの道世代交代はしなきゃいけないわけだから、あ、そんなことねえわ。全然必要ないわ。世代交代全然、あ、ちょっと待って、アーカイブどこ、そういえば。うわぁ、恐竜いるエリアなんだよな。行きたくねえ。とりあえず郊外でチャレンジサクッとクリアしつつ、地下水路使って北上するっていう感じかな。これ全く同じなんだよね、前回と。前回もあそこがアーカイブの位置で、ちょ、地下水路の利用方法間違えて全然違うところに出ちゃって、そうだこうだしてるうちに土佐家にぶっ殺されるっていうのが1回目だったから、ちょっとその辺の反省は生かしつつやっていきたいんですよね。だなね、ちょっともうちょっと高カロリーな敵に倒していきたいが、まあ文句は言ってられないな。生命に関しては、全ての生命に関しては俺の餌になってくれるかな。はっさっさと行こう、さっさと。お、アイテムあるやん。ちょっと木が来たら着替えもしたいね。強敵が現れ始めたら着替えする感じで、今別にする必要ないから。裸のゴールデンリトリバーを皆さんに、やっぱね、できるだけやっぱヌードを皆さんにね、楽しんでもらった方が需要がると思いますから。さあ、ちょっと遠いな、やはり。ぐるっとする感じで、あ、右から、右の方から行こうか。北に移動性あれだわ、北上する通路があるから。アインスモード、資格検定スクール、これもなんか寄れみたいな。なんか時々さ、なんか前もなんか武人に迎えみたいなさ、何これって言ったやつあったと思うけど、それがこのこういうところにあるらしいんだよね、結局ね。で、そうそう、そういうミッションがあった場合、今回で言うとこのクラブビジョンで、こういうのが出てきたら、これは調べますっていうのも、まあ収録一発撮りなんで、まあこれってね、まあ、自力でやろうとすると何回かやって探し回るっていうことになると思うんだけど、そうすると動画的に結構、まあ、グダッとしちゃう面が出てくると思うんで、これだけは調べます。他は調べないでいこうと思いますが、こういう建物の位置だけは調べていこうかなと思っておりますので、まあご了承ください。あ、ちょっとスルーしてんじゃねえか、何してんだ。だから早いっての、早すぎー、マニさん、もういるの。狂ったようには不思議な、俺まで吹っ飛ばされた、やばい。これほっとこ、やつがあれに、俺はこっち食べる。今敵対してないから別に、あいつとは。ちょっとワニいるぞ、そっち。やめとけやめとけ、なんでこんな水陸両用じゃねえのか、あいつは。完全陸の孤島だけど、こっちなんでいるんだよ。びっくりしたわ、マジで。ダメージやばすぎだしな。ちょっとワニさんに喧嘩あるのやめといて、俺こそただメス以上で頼むわ。おお、引きよすぎ。え、くそ。そうだった、忘れてた。いや、ちょっとアリゲイツと勝負したくねえな、これまずいな。ちょっとワニ挑戦しよう。ダメージやばげだったが、
ちょっとファインハント連発すれば、てか残機もいるし、こういう時に残機をうまく使ってっていければいいんじゃないですかね。爪とぎ一回使うぞ。うわー、結構入った、結構入った。よし倒した。うわ、やったー、ごちそうじゃー、ワニさん倒したー。いや、カロリーいまいちじゃない、これ。こんな苦労して倒したのに。でっか、骨でっか。こんな苦労しても揚げにはなれねえぞ、これじゃあ。いいぞいいぞいいぞ、あ、いいぞいいぞいいぞ。ジャッカルじゃねえか。喧嘩しようぜ、俺と今日の晩飯勝負しようぜ。飲みをつされたってふざけんなよ。オッケー、息やった。まあ、まだそんな飲み取り薬もありますけど、まだ別に使わなくていいか。これで1800いくといいな。あ、いく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 。よっしゃー、ボス来た。よし、交尾タイムだぜ、お楽しみ。あ、恐竜いなくなった。よし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 、いいじゃねえか。まあ行かねえけどな、代々木公園には。絶対行かねえぞ。猛暑の影響もありつつ、しかも上は、はい、彼女、ちょっと俺病気持ちだけど一緒に交尾しない？イエーイ。やっぱね、力こそパワーなんですよ。やっぱ力がある男にメスは寄ってくるんだ。これが自然界の掟なんだよ。さあ、じゃあこっからショートカットして、俺の交尾スポットに、行きつけの。下水んだよな、会話が。下水くなるんだよな、なんかな。よーし、オッケー、いただき。お前落ちるぞそこ。お前そういうプレイか、ご所望は。ちょっと怖すぎるわ、お前一歩間違えたら落ちるわ。さあ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 、揚げ揚げのかなりいい感じの子孫がかなり強いんじゃない？これ6代目ですからね、なんだかんだトータルでいったら。トサケのボス、さあこれが重要。どこで出てきてる？あ、ちょうど良すぎるが、渋谷森林か。渋谷森林出てちゃったか。これまあ同時にクリアできると思えば美味しいですが、僕が渋る理由としてはトサケンすごい強いんですよ。まずで今回揚げだから、これでボスにしていけばなんとかって感じかな。トサケン強いからあんま広いエリアで戦いたくないんですよね。あんま広いエリアで大量に出てくるから、結局。あ、復活してる、ジャッカル。いい感じに序盤の方の餌になってほしい。オッケー、逃げちゃうな、ジャッカル。俺が強すぎるのか、これね。あ、リカオンか、しかも。ジャッカルじゃねえじゃん。G 読めやってな。よしよしよし。地下で力を戦えよう。なんだってなんだってちょっと何言ってるか分かんないけど。これね、一番奥まで行っちゃうと、代々木公園に出ちゃうんで、途中でこれ出ましょうね。渋谷駅前で、前回の豚さんの時に、あの出たところで出ようと思います、一回。あれ、ここだっけ？ここで確か登るとここだな。の前に一応奥の敵だけ倒したい。ファインハントも狙いつつね。ファインハント狙えるか、これ。器用か、危ね。オッケー、オッケー、いい感じに飯2回かな、食えるのは2回だ。捕食捕食、オッケー。次がいいペース、いいペース。もうしばらくちょっと交尾しないでいこうと思います。ちょっと土佐犬はボスじゃないと、マジでボスで残機ありじゃないとかなりきついんで、こっから出てこう。よーし、さあ渋谷駅前の飯そこそこだが、どうせ森林でもたくさん飯はいるから、21年目までにはちょっとゆっくり行って、21年目に渋谷市に到達ぐらいがいいんだよな。4000カロリーだから